どうも。どうも。何あの光。やばいんだけど、なんかすごい吐きそう。なんかね、ここ最近すっごい吐きそうで、別になんかしてるわけでもなんでもないんだけど、すごい気持ち悪いんだよね。どうも皆さんいらっしゃい。年下です。ああ、ハゲ頭の光か。なんだ。じゃあいいや。まあ一応よけるよ。でね、昨日の続きじゃないですか。あそこの上から始まるのかなって思ってたら、なんかね、また泳ぐところから始まったんだけど、最近生え際やばくなってきたから、ハゲってことが、まずいな。体調良くない。ものすごい悪い。すっごい体調悪いから、しんどい。じゃ、マジでしんどい。気持ち悪い。吐きそう。無限落下、そう、無限落下地獄だよ、また。やばいんだけど。座りじゃないよ。そういう発想やめようよ。そういう、ぶっちゃけなくてもわかると思うけど、私もそういうの全くないから。そういう機会もないし。海の中にゾンビはいない。泳げないとか。ああ、落下地獄の始まりです。
すごい具合悪い。ゴム登りにくいんだよね。入浴剤飲んだ。ここ登りにくいんだよね。ほら、これ無理じゃない。どうやって登るの？あそこ。一回しか成功したことないよね。あれ？あれ？登ったことになってる。あれ？登ったことになってるよ。やったー。やったぜ。よし。よし、デスルーラーだね。弱ったぜ。よいしょ。OK。で、この、ここを降りる降り方が、ま、うわぁ！ちょ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 、ちょっとこの前と一緒じゃないか。ちょ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 これがなんかもう全く意味がわからないよね。危な。そう、シューって降りてくれないんだよ、あそこ。おかしいでしょ。昨日と一緒なんだって。いや、おかしいんだって、あれ。反重力さ。登ってきて。ちょっとすごい。もうちょっと登ってきてくれないかな。ちょっとするから。BGM、 うん、 BGM あるよ。 BGM あるけど、そんなになんか激しいのはない。ちょっとゾンビいなくなるまでとりあえずひいちゃってね、ちょっと辛いんですよね。切れ味ね。わ、降りた、いつの間にか。ここでカムフラージュして、オッケー。よし、見て見て、死体の山盛り。5000円ぐらいのエアドリンク。え、違う、始業時間うち10時だから、うちはね10時ですよ。でも、行くつもりが今はない。ちょっとしんどい、しんどいから。
ちょっと体がもうおかしくなりそう。昨日はお仕事してきたけど、しんどすぎてちょっと無理だ。とりあえず一回カムフラージュしたい。よいしょ。いいよ、大変なのはみんな一緒だろうけど、ちょっとね、ちょっと今ちょっときつい。ごめんだけど。さっきのゴミ袋わかんない、死体でも入ってんのかな。もう強力な刀だって。なかなか良さそうなのあれね。かっこいいでしょ。うん、初めてだね。もう一人いるから倒れてくれないと。あ、カムフラージュしなきゃやばい。カムフラージュしなきゃやばい。よいしょ。危ない。ちょっとずつね、カムフラージュしていかないとやられる。おし、ちょっと待って、目的のものが見つからぬ。うわー、こいつらばっかり。ちょっとカムフラージュしに戻るか。で、殴るとあいつらが蹴るじゃない。これでね。Tolga, it's Crane. I have your sonar unit. ゲットした。Get off my radio, Fatin. Just let me know when you need it. Crane out. あとは逃げるだけかな。アイテムちょっとゲットしていくか。
エナージして、もう反対かな。うん、ヘッドショットはダメージ高いね。臭いでしょ。だって肉が腐ってるんだよ、人間の肉が。わかんない、ちょっと様子見には行くかもしれない。様子見には食べ行くと思うけど、ダムさんいらっしゃい、みんないらっしゃい。どうも、初見じゃないでしょ。まずこのコミュニティって多分初見って来ないんじゃないかなみたいな。物好きだよね、こんな、なんかゾンビ倒してウヘヘウヘヘ言ってる、ウヘヘウヘヘ言ってる人を好んで見るとか、頭おかしいんじゃないのみんな。え、難しいの。なんか結構大したことないの入るんだよね、手にね。大したものないね。どうもいらっしゃい。いや、もう体調がもう悪すぎて悪すぎてやばいわ。ちょっとうま、マジヘッドショットうま。よいしょ。うん、ゾンビゲームね、しないとね、心がゾンビになっちゃう。心がゾンビになっちゃうから。病院で薬とか、いや、もらってないよ。いや、今日休もうかなと思って。
あ、広告、ん？広告ありがとうってね。なんかさっき誰か広告してくれてね。ありがとう。誰だろう。クッキーモンスターさん。ありがとうございます。うわ、なんかピンポン来た。絶対もう許せする。なんでこんな、なんか誰だよピンポン。あ、ゾンビいる、ゾンビいる、危な、どっかいる、どっかいる、よし、消防署の方から来たのね。消防署からじゃないのに、病院。難しいが多いな今回の。宅配だよ、あのアマゾンで頼んでるから。アマゾンで物を頼んでるから宅配だよ。今日配達って言ってたし、それは知ってるんだけど。うわぁ、むず、この微妙な。着払いじゃないよ、もうお金払ったよ。イルス、宅配なのにイルスするの、うん、めんどくさい。今出たくない、しんどい、動きたくない、動きたくないから。もう脱出じゃなくて、あ、てめえ、よいしょ。私も病院嫌いなんだよね。街の赤いじゃない、脱出でもないね。一応この人なんか政府のあのに属してるエージェントなんだけど、なんかその結局なんか陰謀があってこういう状態になってるっぽくて、その解明を今しようとしてる感じはあるよね。なんかそうそうそう、そんであの人命救助もしようと思ってたんだけど、もうそういうなんか放置して任務最優先にしろみたいに言われて、そんでなんか政府に不信感を抱いて、なんか若干なんか政府の方を裏切ってる感じはある今のところ。政府が悪者なんだろうけど、でいろいろその中で物語が、そうそう、だからデッドアイランドとは違ってて、デッドアイランドは巻き込まれた一般人たちが島からの脱出が目的じゃないですか。今回はこの人はエージェントで、もともと目的があって来たんだけど、その雇い主の方になんか不信感を抱くようになってで、あの単独行動をし始めるっていう感じ。単独行動っていうか自分の判断で行
動し始めてっていう感じ。出会いがあり、別れもありっていう感じ。町の人たちはそのなんか組織を作ってとあるビルに立てこもって生存してるんだけど、その人たちを助けようと思ったらほっとけみたいな指示があって、中盤ぐらいじゃない、多分まだまだだよ。おはよう。あーやばい、吐きそう、気持ち悪い。星の調査、ゾンビはあ、わかんない、このここだけだと思う多分。全然どこだろう。どこら辺なんだ。なんか折れやすくなってるね。難しい。あ、すっごい細かい、すっごい、ちょっとのブレも許されない感じ。なんかいいもの入ってるんだろうね。いいもの入ってるんじゃない。全然よくもなんか悪くもない。警棒フォールアウトじゃないね。オッケー。はい。大して強いのじゃないね、全然。これって ここにいたら勝手に死んでくれる系かな、これ。その足に刺さって。これが気になる。これも難しいな。ちょっとチャッと開けないとまた襲われちゃう。いけるか。来たー、カムフラージュ。なんかまあまあ良さそうなの手なんだね。で、あとは逃げるの。こっからピュッていけないから飛び込むか。よっと、次の双眼鏡を探す。双眼鏡を探す。安全な距離からバイターを確認するために双眼鏡が必要だ。不運にも最後の双眼鏡は
なん、ワンって書いてなんて読むんだっけ。出かけて死んだクミが持っていた。もし他の場所で双眼鏡を見つけたらサンティガゴへ、サンティアゴへ届けてくれ。報酬を与える。PS、アンテナや屋上などの高所を調べろ。偵察者はそういう場所から観察している。へぇ。なんか心当たりがな、あるようなないような。バイターって、アイテム持てる量決まってる。決まってるよ。バイターは、あの、ものすごく走るのがめっちゃ速いやつかな。ベルサリアさんありがとう、コーコツー。とりあえず、交渉を調べればいい。役所総務とマップに記された場所で、もを探す？どこ？も？持って読んでいいのかな。どこ？これ？広告ありがとう。とりあえずじゃあここに急ぎましょうか。やっぱもう気持ち悪い。吐き気がや。吐き気がや。なあ、気候種のことかな。もう嫌な気持ち悪い。やべ、多分ね、熱出るよ。すっごい体調良くない。さっき牛乳飲んだ。悪すぎて。初めて見た、この馬の攻撃。気絶させたら1回で、必殺技ないね。あのデッドアイランドみたいな人間離れしたものはあんまりない。道具を使ってピューとかはあるけど、なんか人間離れしたなんか必殺技みたいなのはない。だからより現実的だから結構楽しい感じだよ。何この人、何してるの。
そうだね。でも踏み潰して気絶させたりとか。必殺技を繰り出したら攻撃力が上がりますみたいなのはない。あ、メルタおはよう。ちょっとね、体調悪すぎてね、うーってなってる。完全に熱が上がる感じ。寒いし。どうもいらっしゃい。1943。何よいつ。回復魔法使ってじゃん。あ、強い人だ。こいつめんどくさいよね。最近なんか。感じになってきてね。頭に当ててもね。そう、この人めんどくさいんだよ。やめてって言ってる。そう、多分ね、こっちのレベルが結構上がったから、この人もね、強くなったんだと思うんだよね。こんなに最初強くなかったもん。頭に弓矢2発当てたら死ぬぐらいだったんだけど、死ななくなったんだよ。わわわ、爆発くんだ、やばい。やばいやばいやばい。あっぶんな。アップな爆発くん。爆発くんはやばいんだよ。ちょっとだけ離れてたらギリギリ残るぐらいかな。なんだこれ、入れないぞ。入れない。どっから入ろうか。よし、入れた。
はいる、なんか近づいて、よし、よし、普通だからそんなに。ステルスじゃなくて、あれは強い敵はなんか走ってるの、それを分かるようになってる。よし、その感染したばっかりの敵は、なんか何か走ってて、それが分かるようになってるって感じ。あそこだ。よいしょ。うわ、もういるじゃん。マジか、めんどくさいな。めんどくさいからもう。人間は一番めんどくさいからね。拳銃でぶっ殺しするのが一番いい。インベントリがいっぱいです。売りたいな。いや、うわ、わりかしなんか強い武器めっちゃあるね。持ってるね。投げ物か、いらんな。インベントリがいっぱいです。売りに行きたいな。いらないの、ここの中でいらないの使うか、これ使ってみるか、初めて。ゾンビの振りができるんだよね。どのぐらい効果があるかわかんないけど。What the? What's wrong with me? わ、なんだなんだなんだ。進むボタンを押すと、なんだこれ。やばい。助けて。ボタンが逆になって左を押すと右に進んで。右を押すと左に進むんだけど。騙されたね。うん、飲んだら危ないやつだ。いや、全然効果なかったね。お化粧の方が断然いい感じだ。あ、どうもいらっしゃい。面白かったでしょ。これ DLC 込みの完全版なんですよ。完全版なんで、発売したばっかりの時よりも、中身はね、
充実してると思いますよ。これの上？温泉区域に入りました。デッドアイランドもね、完全版を買ってやったから、デッドアイランドも完全版だったね。これどうやって降りたらいいの？おお、すごい落下。上に登れって書いてあるけど。大佐みたいなの。DLC で。そうだね。追加のあれがありますね。これだ。行きたいのここだ。追加のストーリーがあるね。デッドアイランドの DLC はね。二つあるね。追加のストーリーが。この下か。なんかある。ちょっと気持ち悪い。やばい。どこ？藻があるって書いてあるけど、どこ？ストーリー、ストーリー、これはね結構いい感じだよ。水中かな。でも、水中なのかな。なんかマークは、マークここにあり。デッドアイランドよりストーリーはきっちりしてると思うよ。あっちはおふざけじゃん。結構あるね。1個だけしか取れない。5個取れって書いてある。5個。2個でしょ。あと、そうだね、あっちはパーティー感覚だね。こっちは本当のこっちはね、本当の脱出ゲームっていう感じの感じはする。より現実に近い感じ。なんか必殺技とかもないし。身体能力はものすごい高いけど、楽しいよ。わかんない。その時に言うかな。開かないじゃん。中に入れる。入れた。500m も向こうか。体当たりしたりね。
殴ったりね。現実の味みたいだね。よいしょ。ゲロロ軍曹がいるのかな、ここに。ゲロロ軍曹は。よいしょ。キッキンが。はい、たまらなかった。そう。オンライン、これ4、これわかんない。何人だろう。デッドアイランドは、同時プレイ4人。4人で、進んだりできるかな。デッドアイランドはね。これはわかんない。やったことないし。いやー、インベントリーいらないのないの。あ、あった。手裏剣いらない。手裏剣捨てまーす。OK。だから楽しいと思うよ。ワイワイしたい人にもいいし、一人でしたい人にも楽しいゲームだと思うよ。私が好きかな。あ、これ侵入もできるんだ。そっかそっか。これ侵入もできるんだ。ゾンビになって、自分がゾンビになって、デッドアイランドと、その完全に違うところは、自分がゾンビになって、侵入できるんですよ、オンラインの中に。そうだそうだ。そんなことがあったんだ。よく知ってる、メルト。なんかよく、なんかエイリアンのゲームのイボルブみたいな、あれもなんかそんな感じのやつあるよね。赤つくんが後ろにいたみたいだね。ちょっと逃げるね。私のゾンビ。とりあえず今オンラインやるつもりはないかな。ゆっくり自分でなんか遊びたい。今はね。だってストーリーもクリアしてないし。ストーリーもクリアしてないからかな。OK、たどり着いた。とかよいしょ。 OK。 で、誰にあげるんだ。目的地、これ朝だよね、時間6時って。ああ、もうすぐ終わるね。ちょっと体力的に無理だわ。しんどい。この人のところかな。はい、はい、どうも。Thank you so much. Thank you so much. 私のオリジナル処方薬。Please, take this. My own recipe.It disinfects, improves coagulation, and boosts wound healing process. なんかこの子供顔こんわ。ということで、どうしよう、終わろうかな。ちょっと待ってね、ちょっと考える。